走行中に電車の電気つきが外れる、そんなプラレールみたいな話あるかよって思う方もいるかもしれませんが、それをやってのけたのがこちら、東海道線や湘南新宿ライン、高崎線や宇都宮線などでおなじみの E231 系千番台です。運用範囲はかなり広く、静岡県沼津や熱海から神奈川、東京、埼玉を通り越して群馬県前橋、はたまた栃木県宇都宮まで顔を出します。冒頭の連結機の話ですが、20年以上前に浦和を出発するとき、一番後ろの車両だけ置いてかれるっていうことがあったんだそうな。みんなびっくりしたでしょうね。そんな千番台は E231 系の中で唯一の近郊型でグリーン車がございます。しかし今回は普通車のみのご案内とさせていただきます。1日1本だけの前橋直通便っていうことは置いといて、行き先表示は LED 式です。場所によってはこんな感じで、どこどこ経由どこどこ行きっていう表示も見られます。車内です。実は2種類ありまして、小山車両センターに所属している車両だったら10両編成の場合沼津側の2両、5両編成の場合は前橋宇都宮側の2両が、そして神津車両センターに所属している車両だったら10両編成の場合沼津側の2両と宇都宮前橋側の2両の合わせて4両、5両編成の場合は小山の車両と同じ前橋宇都宮側の2両がこんな感じのセミクロスシート、それ以外の普通車はこんな感じのロングシートとなっています。まずはドアから。化粧板の貼られていないステンレスむき出しのドア、まあ冷たいですよね。開閉ランプとドアチャイムが備わります。いつも思うんですけど、閉まった時のあのガチャンっていう音が心配になるぐらい薄っぺらいですよね。すべてのドアの上に LED 表示器がございます。初期車はこんな感じの1段のもの、それ以外はこんな感じの2段のものになりました。上の段で次の駅を表示しながら、下の段では運行情報などを表示しています。ドアマットは床と同じ色をしたものです。外側に開ける、内側に開ける閉める2つのボタンがございます。ドア横の手すりはドアボタンに合わせたんでしょうか、少し低めの位置にございます。続きまして座席、まずはセミクロスシート車両のボックスシートから。今までもいろんなところでご紹介してきたものでございます。座り心地はかなり硬いです。まず座面がとっても硬く、腰の部分が変に出っ張っているので非常に不快。そして頭の黒い部分、ここはもう終わってますよ。あの温泉とかにある石の枕を想像していただいたらわかるかと思いますが、あれと同じでございます。そのボックスシートの両側にはこんな感じの2人掛けのロングシート、2人掛けということも相まってなかなかの引きこもり席かと思います。空いてる時はここに1人で座って横に荷物置いてるっていう人も結構見かけますよ。ボックスシート側は一応こんな感じで気持ち程度くぼんではいますが、肘を置けるようなものではありません。もたれかかるのが一番です。続きまして窓、ボックスシートに合わせて中央が大きく両サイドが小さい3枚構成となっています。中央の大きい部分は上からこのようにして開けることができます。開くのはだいたい4割ぐらいかな。そうそう、もちろん日焼けはついていませんよ。着色ガラスのみでございます。続きましてロングシート車、ドアとドアの間は2、3、2で区切られた7人掛け。座り心地はさっきのボックスシート同様、座面背もたれともに形がおかしくかなり硬いです。袖仕切りは毎度おなじみ大型の板、肘を置くには中途半端なくぼみだけ、もたれかかれる以外にメリットが一つもないいつものあれでございます。一般のところが青、優先席はおなじみ赤のゼブラ模様となって区別されています。ロングシート車の窓はセミクロスシート車とは違って7対3ぐらいで分かれたよく見かけるタイプのもの。向かって左側、大きい方の窓は上からこのようにして開けることができます。開くのはさっきと同様4割ぐらい、そしてやっぱり日よけはついていません。着色ガラスのみのお手抜き仕様です。
ここからはセミクロスシート車もロングシート車も同じです。荷物棚はパイプ式です。吊り革は三角形のもの、一般のところがグレー、優先席付近では黄色く長めのものとなって区別されています。一番前です。仕切り窓の下の手すりは怪我をしないように埋め込むようにして設置されています。ゼロ番台には手すりありませんでしたからね。続きまして車端部、ここのロングシートは3人掛け、 E233 系のように壁側にはくぼみすらございません。仕切り扉は窓が大きくて見通しのいいもの、化粧板が貼られていないのがどうかと思いますが、あるだけマシというふうに思っておきましょう。だって一部の車両にはこんな感じで仕切り扉すらないんですから。トイレです。こちらバリアフリー対応の大型のもの、扉周りが青いのが JR 東日本らしいですね。中は洋式です。見たらわかるとか言わないの。トイレ部分の照明はカバー付きの蛍光灯かな、その割にはなんか明るい気がしますけど。向かい側はフリースペースとなっています。ヒーターと消火器、手すりが窓の上下に1本ずつございます。続きましてグリーン車お隣6号車のトイレ、こちらは大型のものではなく比較的こじまりとしたものとなっています。先ほど同様中は洋式、照明はカバー付きの蛍光灯かな。使用中はここのランプが点灯します。こちら側のトイレの向かい側はこんな感じの二人掛け、この向きにしておかないとトイレから出てきた人と目が合っちゃいますからね。一応優先席ではありますが、この区画比較的人気でどの時間帯もさっさと埋まってしまう印象がございます。前に手すりが2本ついていますが、初期車はこんな感じの何もないただの手すり、後に登場した車両ではこんな感じで優先席と同じ赤いゼブラ模様のモケットが巻かれました。袖仕切りはこう描いたパイプ式、まあ優先席ですから大きな板よりはこっちの方が座るときに捕まりやすいからね。使い勝手はと言いますと、こう描いているため肘を置くっていうことはできなさそうです。それにしてもこの形状、関西の南の方の私鉄でめっちゃ見かけません？照明はカバーのない蛍光灯、防犯カメラのところは LED に交換されています。この映像だったら向かって左側が LED、 右側が蛍光灯、色味が若干違うでしょ。